はい、こんにちは、116インズです。昨日ですね、カブスで活躍したアディソン・ラッセルが KBO 韓国プロ野球のキウミヒーローズと1年53万ドルの契約で合意したというニュースが流れてきましたね。今回はそれについて話していきたいなと思っているんですけれども、今回ラッセルと契約したキウムヒーローズはもともと新外国人選手としてレイズやマリナーズでプレーしたテイラー・モッターを迎え入れていたんですけれども、まあ、そのモッターが10試合で打率1割ちょっとと、まあ、かなり苦しんでいましたので5月末で解雇ということになって、で新しい外国人選手としていろいろ探していたところ、もう一回ラッセルと契約したということみたいですね。で、私自身 KBO について詳しくはないので、まあ、今回順位表とか調べてみたところ、今回ラッセルと契約したキウムヒーローズは現在 KBO リーグ4位ということで、上位進出を目指してこのラッセルの加入を追い風にしたいというところですかね。はい、でアディソン・ラッセルについて簡単に紹介しますと、まず2015年ベースボールアメリカ史全体3位のトッププロスペクトとしてかなり期待されていた選手でして、でこの年にメジャーデビューカブスで果たしまして、142試合で13本のホームランとショートとしてはまずまずのスタートを切って、で翌16年は21本のホームランを放ってオールスターにも選出されましたし、またこの年カブス世界一になったわけですけれども、まあ、そのレギュラーとしても大きくチームに貢献していますよね。ただ2017年に当時の妻から DV を告発されまして、で MLB の調査の結果、18年の末から40試合の出場停止処分を言い渡されることになりました。で昨年の5月に処分は明けたんですけれども、結局1年間で82試合に出場して打率2割3分7厘、ホームランも9本と打撃面では振るわずに、結局カブスからノンテンダーとなり FA となっていました。で移籍先を探していたんですけれども、 DV の問題もありましたし、またレギュラーとしてやっていくにはちょっと打撃が物足りないということで移籍先が見つかっていない状況が続いていたんですけれども、今回韓国プロ野球入りということで、この点はやっぱり驚きましたね。確かに近年は結果を残せていない選手ではあるんですけれども、ラッセルクラスの選手が移籍先にアジアを選ぶというのは、彼のプロスペクト時代の評価ですとか、あとは実際にメジャーのプレーを見てきた人間としてはやっぱり驚きの部分が大きいですね。ではなぜ今回ラッセルが KBO を移籍先として選んだのかっていうところを考えてみたんですけれども、代理人のスコット・ボラスが彼のクライアントの選手たちを海外のリーグに売り込んでいるという話が、まあ、ちょっと前にありましたので、その売り込みの成果かなというところは一つありそうですね。でさらに今 KBO は ESPN で中継されていますので、アメリカにいるスカウトにラッセルのプレーを見せられるという点も大きな利点かなと思いますね。これはなかなか面白いやり方だと思いますね。今回コロナウイルスの影響で世界中の野球界がもう大変なことになっているわけですけれども、まあその状況で ESPN が KBO の中継を始めたわけですから、それがなければもしかしたらラッセルが KBO に行くっていうことはなかったかもしれませんし、これはボラスがうまく今の状況を生かしたんじゃないのかなと思いますね。実際メジャーリーグの開幕も本当に今年できるのかっていうところがかなり不透明な状況ですし、でさらにマイナーリーグも中止の可能性が高いというふうに言われていますので、ラッセルのプレーをアピールする場としては海外のリーグ、特に ESPN でアメリカで見ることもできる KBO っていうのは彼にとっても最適な選択肢だったんでしょうね。で今回のラッセルのように国外移籍する選手が続くかもしれませんね。実際今回ラッセルを獲得したキウムヒーローズは他にもヤシエル・プイグを狙っていたようですし、まあ、プイグに関してはプイグ自身が MLB を希望していたので韓国入りというのは実現しなかったんですけれども、オファーがあれば国外のチームに行くという選手も出てきてもおかしくないのかなと思いますね。特にメジャーリーグにアピールしたい選手としては、現状メジャーでのプレーっていうのはかなり厳しい状況ですから、国外に移籍してプレーを見せるっていうのは一つ選択肢としてはあると思いますね。でその過程の中で日本に来る選手が出てきてもおかしくないのかなと思いますね。今年 NPB では1軍の外国人選手枠が通常の4人から5人に拡大されていますし、例年と比べて外国人選手を起用するハードルというのは低くなっていますので、こういったメジャーにアピールしたい選手を積極的に狙っていくっていうのも面白いかもしれませんね。今後シーズンが進むにつれて各チーム補強ポイントが見えてくると思いますので、どういった選手を狙っていくのかっていうところは注目して見ていきたいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。